宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校とは、宮崎県西臼郡五ヶ瀬町大和三3カ所にある県立中等教育学校。日本初の中等教育学校として創立。全日制普通科で男女教学であり、1学年40人の少人数教育である。中学校課程を全規制、高等学校課程を後期制と分け、高校受験はない。 小玉寮という学生寮がある全寮制学校である。入学試験は適正検査が行われている。適正検査において、募集要項では男女別の枠を設けない1学年40人定員としながら、約20年にわたり合格者を男子22人、女子18人で固定していたことが2018年に報じられた。このため、 男子合格者よりも成績で上回りながら不合格となった女子受験者が5年間に49人いた。量のキャパシティが男子の方が多かったことが要因とされている。その後、女子量が増築され、2020年の選抜からは男女別に定数を決めるとともに男女同数となった。6年生という点を活かして、 独自のカリキュラムを組んでおり、後期課程の教員が前期課程の生徒を指導したり、後期生が前期生に対して学習を教える機会も存在する。ファミリー制度という教員一名を、親、各学年の生徒を兄弟姉妹に見立てた半編成を導入し、学年間のコミュニケーションを図っている。ホレストピア祭という学園祭がある。 文部省研究開発学校に数回指定されている。ありがとうございます。